金か。パンチだぞ今の。ゴムに効くわけ。ファイアル拳は防ぐすべなし。じいちゃん目を離してみればこのざまだ。赤髪に毒されおってくだらん。ジャンクスは俺の命の恩人だ。悪く言うな。じいちゃんに向かって言うなとは何事じゃ。いやーごめんなさい。ダメだ、あのじいさんに対する闘争心はすでに折られてる。じゃあどうすりゃいいんだよ。みんな今のうちに逃げるぞ。おお、いいか寝ておった。お、ルフィはどこじゃ。まだ話は終わっちゃらんぞ。ああ、こっちだ麦わら。準備はできてる。フランキーの代わりに俺が見せよう。おお、でけー、かっこいい。ルフィたちはあそこにおるか。すぐに向かうぞ。ウソップが来るまで出航はできねえ。海軍からこの船を守るぞ。ピストル、よっ。みんな見て。うはー、上がった。狙撃。可愛く撮れてるからそれはいい。誰だ。俺だって海賊だぞ。ちゃんと男。はあ、次頑張れよ。誰だ。僕です、コビーです。コビー、コビー、そのコビーです。本当か。まだまだ将校にはな。ルフィさんたちはさすがですね。ルフィさん、新世界、次の時代を。新世界、戦国め、偉そうに。でんでん虫で孫だからってあんた言うからでしょうが。やかましいわ。黙っとれ青二歳が。おい、ルフィ、聞こえとるか。こちらじいちゃん、こちらじいちゃん。いろいろあってな、すまんが、やっぱり海の藻くずとなり。あ、始めようか、小僧ども。ここでやらなきゃならねえことがある。やるな。パンツ返せ。それじゃ仲間になれ。てめえ、船は気に入ったかよ。ああ、こんなすげえ船見たことねえ。ありがとう。あの船は俺にとってもおめえらにとっても最高の夢の船だ。マンス返しやがれ。最高の船だ、大切にする。よっ。
しけりゃ俺たちの仲間になれ。バカ言え、パンツ取ったぐらいで。そもそも俺は船大工を辞めた身だ。だからそいつは俺の作る生涯最後の船になる。念願だったんだ。それこそが夢の船だ。待てフランキー。ああ、こいつはまだお前の言う夢の船にはなってねえはずだ。出航していくつもの海を越えて、幾度もの戦いや困難を乗り切り、海の果てへ到達した時、その運命の日を見届けた時に初めて夢の船になるんじゃなかったのか。やりてえことが変わったんだ。やりてえこと？それは違う。お前が今この島でやってることは全て償いだ。もういい加減に自分を許してやれよフランキー。なんだ？旅の荷物です、兄貴。ねえ、頭振り絞って一生懸命考えたんです。子分どもに敷かれたレールを棟梁の俺が歩けるか。申し訳ねえ、でも少しぐらい考えたらダメですか。俺たちみてえなゴロツキを拾ってくれた大恩人のあんたの幸せも考えたらダメですか。修理しかできねえ素人どもめ、これだけ立派な船に大工の一人も乗ってねえとは船が不便だ。仕方ねえ、世話してやるよ。おめえらの船の船大工、このフランキーが受け負った。やったいってくらあ、あとは。あ、ウソップだ。やった、今すぐ迎えに。待てよお前ら。誰、間違ってもお前が下手に出るんじゃねえ、ルフィ。いいかお前ら、こんなバカでも肩書き、今回の一件に。なん、待ってよゾロ、確かにあい、一味を抜けるってのはそんなに簡単なことなのか。ウソップの第一声が深い謝罪であればよし。そうだな、一度は完全に別れたんだ。船にたどり着けなきゃ謝れもしねえ。あいつの周りの敵を倒すくらいいいよな。つまらねえが好きにしろ。ウソップ、言いたいことがあるならはっきり言いなさい。戻ってほしいだろ。戻ってやるって言ってんだ。出航するぞ。これが筋だ。戻るぞ。戻るぞ。
しくしておれば調子に乗りおって、この拳が黙ってはおらんわ。もう少し待てばウソップだって。じいちゃん邪魔すんなよ。あ、よう分からんが、海賊の軍勢で甘いこと抜かすな。じいちゃん、逃がしてくれんじゃなかったのかよ。あんま、おめえに怒られたんじゃから仕方あるまい。文句なら海軍本部元帥に言え。あんま、エフィ、乗れ。あいつは置いてく。わかった。出航する気か。わしらも船で追うぞ。本当に分かるよってんだな。そうかい。もういいよ。それなら最後に一つ言わせてもらうぞ。ごめん、意地あってごめん。俺が悪かった。今さらピンともねえんだけども、俺一気にをやめるって言ったけど、あれ取り消すわけにはいかねえから。サウザンドサニーか。いい名前だ。名前が決まると執行の気が引き締まるもんだな。よろしくな、サニー。さあ行くぞ。上位の緊急加速装置クウードファースト。うおお、やりよ。メリー号にできてる。この船にできないことは何一つない。だが、あの船の勇敢な魂をこのサウザンドサニー号が継いでいく。今日からこいつがおめえらの船だ。ああ、